こんにちは。筑波大学人文社会系がお送りする人社チャンネルです。今日は斎藤玉樹さんにお越しいただきました。先生どうぞよろしくお願いいたします。あよろししくお願いします。斎藤先生とあの今日お話しするのすごい楽しみで、あの全く幸せなしなので、どんな話になるのかなっていう感じなんですけれど、はい、あのもう斎藤玉樹さんのことはあの私がご紹介するまでもなく、皆さんご存知だと思います。あの 斉藤先生が、はい、あの自分を<っ>あの自己紹介っていうか、硬い自己紹介ではなくて、どんな人なんだよみたいな、もし教えていただけるとしたら、どんな方なんでしょうか。はい、えー、っとですね、あんまり誰も信じてもらえてないんですけど、私、本業は精神科医、精神科臨床医をやっております。えー、普通にあの診察も、えー、しておりますけれども、えーまあ、本業は一応それで。 まああのもう同時にあの大学院の方で、えー、学生の指導もしているという点では、まあ、大学教員も本部ではあるということなのかと思いますね。ただ、まあ、あの他のフィールドといいますかあの2000年代からずっと、えー、評論とか企業の業界にも関わってき,きておりまして、えー、そちらの方では、まあ、あの思想家とか小説家とかですねそういったさまざまな方々との交流をしながら、えーまあ、あの自分の 治療場面に役立てたいというふうな気持ちで、えー、そういう活動も続けてきております。えー、ですから、副業批評家、副業評論家というふうに名乗ることもあります。とりあえず、どうですかね。はい。ありがとうございます。はい。はい、あの、えっ、ー、と、去年の年末に、こういう、あの、ご本。私。あはい、はい。はい、ありがとうございます。だったんですけれど。あの、えっ、ー、と、先生はあの、引きこもりの研究でも、あの、非常にこう。 まあ、著名な方っていうか、あの、のき、はい、こもりの、うん、あのご本人や、それからその周りの方たちにいろんな示唆を与えてらっしゃる方で、他にもあの例えば母親と娘の関係とか、もう本当にさまざまなこう広い範囲であのいろんなことを書きになってらっしゃるんですけど。<laughs> はいはい、そうですね。はいはい。<laughs> あの私がこうあのいろんな先生の,あのご本拝見して、あの今回のこの自傷的自己愛の先生 いろんなこの今までの先生のいろんなお考えが詰まってるご本家のとうにあの思ったんですけれど、いはいありがとうございますあそうですねあの、もともと引きこもりからスタートしているので、えー、引きこもりの、まあ、人たちから得た知見がかなり入ってますけれども、えー、そこにあの、まあ、0年代以降のです、ねえー、若者世代の承認依存であるとかです、ねえー、あるいは私が今、最近実践、あるいは啓発しているオープンダイアログ。 の発想でであるとかですね、そういったものをいろいろ盛り込ませてもらったという感じで確かにいろんな仕事がそんなに合流しているという感じはありますね。あのオープンダイアログって話が出ました。はい、オープンダイアログあの、えっと初めて聞いたっていう方も多いかと思うんですけどオープンとダイアログ開くっていうのと対話っていうのがこう一緒になった言葉なんですけれど、はい、簡単にあのご説明いただけますでしょうか。はいえっと、これフィンランラドののですね、あの 西ラプランドというあの北極圏ですね、そこで始まった、もともとはあの統合失調症という病気がありますけれども、この病気に対するまあ統合的なアプローチという言い方をします。つまり単純な治療法ではなくて、まあ、そこにはそのケアの手法もあり、同時にその、えー、サービス供給システムでもあり、あるいはケアの思想でもあるというふうな意味で、まあ、この言葉が生まれたわけなんですけれども。 えー、この言葉が最近、まあ、これ、実は紹介されたのは10年前なんですけどもね、10年前に紹介されて、でその急速にブームになって、でまあ、ブームで終わるかなという心配もあったんですけれども、幸いそうならずにです、ね、ますますいろんな領域に広がってきているという状況でありまして、何が注目されたかと言いますと、一番あの精神薬として大きいのは、統合失調症に対して対話のみを武器にアプローチをして、 えー、回復に導いてしまうという点がですね、まあ、従来の精神学の常識をひっくり返すという点からすごく注目されてきたと。なぜならば統合失調症というのはそれまでは薬とか、えー、電気経験療法とか、まあそれとものを使うしか方法がないと思われていてですね。それがあの常識だったんですけれどもそれをひっくり返しちゃったというところが非常にあのまあ、ある意味ショックだったと思い 言いますね、だからオープンダイヤの導入をですね、あ,のある精神科医は、まるで黒船来航みたいなものだというふうに言った人もいますけれども、そのぐらいショッキングな出来事だったということもあります。で、あの対話実践の中身は非常に素朴なものでありまして、単純に相手に敬意を払いながら、まあ、あの質問と応答を重ねていくというスタイルでやっていて、途中、リフレクティングというです、ね、ちょっと技法的な面もあるんですけれども、それを除けばです、ね、本当に普通に対話しているということが まあポイントなんですけどもね、ただポイントはその1対1で対応しないというところでありまして、n 対 n、複数対複数であるというふうに、えー、工夫がされていて、で、まあ、他にもいろんな工夫があるんですけれども、えー、それについてはまああの関連書籍などを読んでいただくとしまして、えー、この手法でいろんな問題があの今まで今までないようなスタイルで解決できるということが分かってきましたのでね。それがあの で私はもともと引きこもりの専門だったんで、もちろんこれは引きこもりに応用ができるだろうという予感がしたので、まあ、早速応用を試みているところなんですけれども、確かにまあ有効性があるというふうな手応えを得ているというところがあります。で、これはまあ病気に対するケアというだけじゃなくてですね、さまざまな悩みとか、問題に対するケアの手法としても使えるだろうという意味では、すごくそういった意味では、治療というよりはケアの 人に基づいた、まあ、手法といいますかね、考え方と言っていいと思いますけれども、えーっと、そんな感じでよろしいでしょうか、説明としては。この前、ちょっとあのウィナーっていう人の本を読んでいて、あのサイバネティクスっていう本を書いた人なんですけれど、はい、あのその人があの人間、機械っていうのはまあこう組み込まれた何かプログラムで動いてるんですけれども。 人間にも頭の中にそのプログラムっていうのがあって人間はその自分のプログラム頭で考えたことで動いてるんだろうっていうでそれがうまくいく時とうまくいかない時があるうまくいく人とうまくいかない人がいるっていうことを機械になぞらえてウィーナーはあの人間の行為が例えば統合失調とかいろんなあの疾患の場合にうまくいかないとしたらそれは頭の中のプログラムがあのちょっと間違ってるんだからっていうことで昔は その頭の中のある部分を脳のある部分をこう切除したりしてでもそういう,こうプログラム自体を壊してしまうということをやってたっていうでもそうすることはやっぱりとっても問題があるのでじゃあどうすればその何て言うんでしょうかこうプログラムを書き換えて切除するんじゃなくて書き換えていけばいいかっていうところであのまあいろんなこう精神科の、まあ、精神医学の 発展っていうのがあったんだよっていうことあのベイトソンっていう人と一緒に、まあ、一緒にっていうかベイトソンに引き続いて書いているんですけれどそ,のそれがこう切除するっていうところから始まってその時にお薬とかいろんなものを使う電気とかもお薬も使うっていうところでそれをあの媒介にしてベイトソンも言ってるんですけれどいや対話でいいんじゃないかっていう、うん、対話の中に、うん、あのその人を あの置くっていろんな対話の中にその、えーとまあ、N, N 人の,あのたくさんの人の対話の中にその人を置くことで自然とそのプログラムっていうのが回復していくんじゃないかみたいなことをあの、まあ、書いていてそれがまさにあのオープンダイアログあのいろんな人のいろんな関係者とかあの支援する人とか。 まあ本人ももちろんですけれどその人たちが集まって議論じゃなくてこう本音でこうおしゃべりをしていくっていう操作ではなくて生まれる声っていうのをそのみんなで共有していく聞いていくでまたそれで感じたことがあったら言葉にしていくっていうその流れの中にいることで自然とあのその人の、まあ、ウィナー流に言うとプログラムっていうのが何となくこう <laughs> 修正されていくっていう言い方が正しいかどうかわからないんですけれど。 それが治療になってしまうというよりは治癒していくっていう、そういう先生の,のご本を私も拝見して、面白いと思って、あのオープンダイアログ、の私の院生とも勉強してるんですけれど。ありがとうございます <laughs> 今のご指摘で言いますと、<laughs> ベイトソンはまさにオープンダイアログの思想の中心にいる人なんですね。ベイトソンとそれからバフチン。えー、この2人がまああの 収穫にあってですね、えー、もちろん他にあのリフレクティングをまあ創始した、えー、トマ・アンドレセンさんという人の思想も入っているんですけれども、えー、思想的バ,バックボーンとして大きいのはベイトソンとバフチンというふうに言われています。でベイトソンはまあ皆さんご存知のダブルバインドというですね、えー、理論を作った人ですけれども、ダブルバインドというのはまさにコミュニケーションの病理なんですよね。つまり、すごく簡略化して言うと、親子のように抜き差しにならない関係の中で、親が子どもに対して、 お前は愛してるよと口では言いながらも手でこう押しやるとか足を踏んづけるとかそういうネガティブなメッセージを出すつまりあの、えー、と言葉というメッセージと裏腹の身体言語というメッセージを発してしまうとそうすると、まあ、我々そのなんて言いますかあのまだ病気ではない人々はですねそのメッセージを どちらかというと、メタメッセージを重視してあ、この人口では好きって言ってるけど、実は嫌いなんだと受け取るのが普通ですよね。でも、統合失調症とか発達障害の一部の人はそう取れない。なぜならば、彼らはメッセージとメタメッセージの改定を区別できないので、どっちを取っていいか分からなくなって、スタックしてしまうと。パソコンの例えばですね。それで、あの統合失調症になっちゃったりとか、まああの、精神病状態になったりするということに言われていて。これは、あの ひところはですね、統合失調症というのはバイオロジーの問題だと言われていたんで、ベーストソンの議論は古いと言われたわけなんですけども、最近、オープンダイアロンのまあ流行といいますかね、再注目によって、実はベーストソンの議論、正しかったんじゃないのというふうな反応も出てきていて、それは私も全く正しいと思っています。今、五十嵐先生が指摘されたような、複数で複数の対話の中に置くと、プログラムが処理されるというところは、 かなり当たってるんじゃないかと私も思ってるんですけれども、ただですねあの、えーと、ちょっと申し上げておきたいのは、えー、とあのウィナーのですね、ノーバット・ウィナーですよ、ね、の発想というのは、えー、多分 AI にすごく親和性が高いと思うんですよ。人工知能というのは、プログラミングだけで人間の知能を再現できると考えていると。ただ、別のです、ね、人工知能の研究者に寄せると、それは無理だと言うんですね。なぜかというと、あの知能というのは身体性とすごく結びついていて、 つまり知能だけ考える中枢だけで知能が成り立っているとうに思いますけれども、実は抹消からの入力がないと知能は働かないと考える人がいて、私はこれ賛成なんですね。つまり身体性といの度外害した場合には、人は、えー、知能を持てないし、物事の意味も理解できないというふうに考えているわけです。まあ、最近はチャット GPT とか、すごくあの、えー、と進化した AI がすごくああの注目されてますけれども、やっぱり限界があって、あの かなりの精度で人の知能を模倣できますけれども、えー、それでも文脈読め,読めなかったりとかですね、相、え、手、ー、の質問にはバグが入っちゃったりはして、機能しないというのを、やっぱりあのそういう人工知能的なものには文脈が理解できなかったりとか、えー、フレーム問題っていいますけれどもね、こういった問題がどうしても突きまとってきて、えーまあ、限界がどうしてもあるということがあって。まああの そうういプログラミングだけのモデルで考えると、おそらく精神疾患の理解というのは難しいかろうと私は思ってるんですね。で、対話というのはあの、言語も媒介にしてますけれども、言語と同時に身体言語を使うという特徴があって、まあ、それは表情とか審査とか呼吸とか、いろんなレベルで、まれわれメタメッセージを発しながら言葉を使っているということがあって、その両方を使い駆使して対話をするということに意味があると考えられています。 だから、何て言いますかねあの、だから我々は意味がない対話も永遠とできてしまうということがあったりする。あるいは解決がない、出口がない、えー、何しゃべってるかわからないという状況でも対話だけができるということが可能なんですね。で、多分こういったことは、なかなか人工知能には難しいところだろうと思うんですけれども、そういうその、えー、身体言語を巻き込んで対話の機能というものを非常に有効に駆使するところに、この、えー、オープンであるものを。 実践の価値っていうのがあると思いますし、えー、それができるのは今のところまだ人間だけだろうというふうに思っています。なるほど。あの実はの私、昨日熊本から帰ってきたんですけれど、熊本であの哲学カフェを招かれて、えーと、市民の方たち対象と,と高校生対象で、うん、今度先生も熊本にいらっしゃるって伺いましたけどああ。そうなんです。坂、はい、口京平さんというアーティストの展覧会のトークに参加します。 はい、私がその哲学カフェをした、熊本市の現代美術館っていう。あ、まさにそこですよね。はい、はい、は、え、い、え。ちょうど今、あの展覧会してらっしゃる。うん,うん。あの、私もそこで哲学カフェしてきたんですけど。あ、そこなんですよね。なるほど。<で>はい。すると、あの哲学カフェをしていると、あのある参加者の方が、あの暖かくなってきたっていうんですね。体が暖かくなってきたっていう。で、最初は寒かったって言うんです。 でその暖たかたくなってきたっていうのと寒かったっていうのがそれ身体感覚なんですけれどもしくはなんかその人と場の交換というかまさにこう安心してきたとかいろんなメッセージを受け取ってきたっていうそういうことなんだろうなっていうふうに思うとたとえこう。